あ、準備できたら始めてくださいね。はい。さあ開幕ジャンシーヒットさせてナオトがリードしていくが漢字はバスト入って逃れていく。右ではヒット D を消しかけて固めていく。投げ通して2連が上段右で固めていく。漢字はちょっとつらい展開か。立ち A がヒットしてヒット確認している。デノンザッパーペースを封じていく。ダッシュに A が間に合うんですね。ナオトがまずは一本選手。さあ感じがジャンビー振っていくも空中でナオトの技打ち勝って端っこに押し込んでいく。感じ D 置いて固めていくがナオトが対空取って感じ受け身取ってジャンビー逆でバックしてやりていく。さあ漢字のペルソがブレイクされてさあナオト立ち絵からペルソが封じ込んでいく。さあ漢字の体力はもう残りわずかになって投げ通ってデノンザッパー2連がここで漢字バス相手掴め D 置いて動きを制限していきたい。ここで A 連が入ってバスター閉めて外反足どう出る。おっとバーストをガードしてワンモアに意味 C つかめ A 連入ってさあ画面端ワンモアに B C つかめ SB バスター閉めフィニッシュギャーンと逆転勝利。さあ最終ラウンドさあタック置いて D 置いてさあナオトをメギド置いてちょっと慎重になっているか。ボコスカがヒットしかし D ボコスカ D は追撃できなかったか。じゃあ B パスト。ここで A1 手のザッパー。さあナオトもナオトで漢字が空中でスキルに動かせたくない感じですかね。はい手のザッパー2連がキャンセルから上段これ漢字の逆エアヒット。さあナオトはここで無理をせず距離を取ってそしたら漢字は D をガードさせて走っていく。だしおっとここでベノンザッパーにヒットして漢字のペルソがブレックス。さあナオトは今逆でわざと打った感じがありますね。ここで覚醒して漢字のペルソナを封じ込んでいく。さあ張飛を連続で叩き込んで見ていきましょう。開幕真田がコンボ入れておっとクマ早くもバース相手おもちゃ固めていく。ジャンシー振った ところにヒットしてしまってトマホーク入れて足払い爆発ジャンシージャンビーでフィニッシュ。これサンダーバース相手さあ 2A から切るまずワンコンボクマ空気をつけて逃げていく。おも D 置いて2B 対空からアサルトライブで締めてとダック投げは空振り。クマが逆に足払いで締めて画面端を押し込んでいくが逆切れサンダーフィストは潰されてしまったか。爆弾爆発からこれは繋がってなかったか。逆切れはしかし相打ちクマが一本選手。さあラウンド2お互いちょっと様子見でしょうか。さあドラム缶これはちょっとヒットしてしまうと痛いことになりそうですが 2B 対空からアサルトダイブで締めてクマの逆ギでガードされてしまったところはバーストで切り返す。ジャシーあクマはここで逆でヒットしてこの状態ガードができないのでちょっと辛いか。おっと氷付けにされてエレンから足払いで締めて D 置いて裏回って
さあ裏回りしながら、おっとここで逆ですかね、今のアサルトタイプで締めて、クマのジャンエがめくりで入る、ジャンシー左倒して A D でさ D 置いて、おっとボコスカー空振り、キラボディボディサイクロンでフィニッシュ。さあ最終ラウンド、さあクマがおっとスクリーンで突っ込んでいく、オキが打ってきて、さあでは逆で返す、はいエーレンで締めて、おっとおっとダッシュ的なゴールにダッシュがヒットする、フックエスケープに追いきたところバーストハクが真田が逆に返してペルソナ封じていく、めくりからワンマーバーストフォーク、サイクロンはまだ来ているが、さあクマがまた D でおもちゃ投げて陣地を作っていくか、フックエスケープ逆ギレ、こんな防具では俺のプレッシャーを防げない、はい、次は決勝戦ですね、さあ見ていきましょう、さあ2ミータイク、おっとコパンからまずワンコンボ、これナオトバース入って、さあメギド置きながら牽制していく、2連が中段は当たらずか、さあサナナがキラでぶっ込んでいく、ジャンシーが空振りしてその硬直にナオトがコンボ入れていく、このガッパペルソナ封じて、さあ拾い直して真田体力はもう半分来てしまいましたね、投げが通って上のザッパー拾って2連がメギドが当たって2連が上段、さあメギドでさらに固めていく、さあナオトガードが硬いグッグスケープで逃れて対空取って2連がレフィニッシュ、さあラウンド2、さあキリラで突っ込んでいくな、サンラクッケスケープでナオト逃れてメギド、メギド置いて、まあ、刺して固めていきたいところですか、ここに投げ通って2連が上段でちょっとでもゲージを取っていったんですかね、ここに投げが通ってメギド2連がメギドが当たって2連がおいサンダーバーソー中段射撃突っ込んできたところをナオトの立ち合いが入ったんですかね、ワンマーバーストを2連がもちろん2連が長弾ワンホールショットでフィニッシュ、というわけでテクノランド10の代表は若さんとなりました、優勝おめでとうございます、皆さん拍手お願いします、負けられない白金の名にかけて、なんて決め台詞もたまには悪くないですね。